あ、失礼しますあーはいありますあお名前伺ってよろしいですか笠松拓也です、はい、笠松拓也はいおいくつですかあ二21ですはいえー、っと週何回ぐらい入れる感じかなトイレうんえー、っと週何回ぐらい入れるかな3回ぐらいですかねほよほよはいはい時間帯は あ、夕方からはい。はい、学生さんあ、そうです。はい。あ、そうなんや。へえはい。えっ、ー、と、キッチンとホールがあります。はい。えー、希望とかありますかあ、家特に。まあ、うん、でも、ホールかな。あんま処理経験がないので。あそうですか。はい、はいはい。えー、じゃあ、そういう飲食店でアルバイトしたことあるんですかあ、一応あります。<あ>はい。そうですか。はいはいはい。はい。えー、ちなみに、ね、交通費なんですけどあの、家はどちらになるんですかあ 駅3つ分ぐらい離れてはいるんですけど。はい。はい。な、なんでさっきトイレって言ったの ?4 つぐらい前の質問かな。はい。あ、なんか急にトイレって。僕ですかそうそうそう。あ、すみません。週何回ぐらい入れるのときトイレって言いまあ、すみません。トイレって言いました。え、だからあれなんでなのかなあ、すみません。ちょっと。あの、ちょっと緊張してて、はい。ああ。ごめんなさい。すみません。別のこと考えて。あ、すみません。ごめんなさい。すみません。全然、全然。いやいや、あの。いや、急にトイレって言ったから。いや、あの、そうですね。あの、面接、 あったんで、その前に、ちょっと、トイレで屁こ出て、あの、はい。それを、なんか、ふと想像して、ああ。僕、トイレって言いました言ったごめんなさい、すみません、自覚なくて。週何回ぐらい早いんだったあすみません、すみません。トイレって言って。うわ、ごめんなさい、すみません。なんでかなああ、いや、いや、メス中屁こいたあかんなと思って、トイレで、あの、屁出してたのを、ちょっと思い出しちゃって。ああ、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 メス中に、その、すみません。 あの、ガス出したらあかんなって、このなんか雑念で。あ、そうだからそこに思考がたどり着いてって言いました。言った。あ、そうだね。うわ、すいません、すいません。緊張してて。わかるよ。ま、ほんま、霊魂も何秒の世界あ、そう、そうですね。うん。 そうすね、正直に言うとそうすね。面接中にちょっとだけしてないですよしたくなったんであれさっきトイレであんだけ屋出してきたのに今したくなってやべえっていうのが一瞬よぎってそのタイミングでもしかしたら言っちゃってたのかもしれないですしホンマすいません緊張してましたそこまで言わんでええよああそうです塀越え来たくなってとか全然言わんでええごめんなさいすみません僕は正直トイレ言いました言ったうわ週何回ぐら入るのがトイレって言ったうわいやごめんなさいすみませんいや全然んかわかるもんそういうのあそうですか

連絡まだ、あの、じゃあ、あの、ちなみに、いつから入りますかあ、僕はもう全然いつからでも。OK、じゃあまた連絡します。すいません。気持ちに連絡します。ありがとうございます。はい、あいし申し訳ない。あの、出てからかぶります。あ、ごめんなさい。すいません。すいません。はい、はいはいうん、なんか、いい子やね。 はい、え今日はですね、うちの新人、えアルバイトの方を、え紹介したいと思います。お願いしまーす。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。はい、じゃあ、YouTube チャンネルやってましたですね。はい。あのー、あなんて言いますか、自己紹介。あ、わかりました。はい、えー、笠松です。よろしくお願いします。お願いします。はい。えこうスポーツはなんかやってたのかななんか雰囲気的に。全部、はい。はい。スポーツやってたのやってます。はい。え、どっちどっちやねはい。はい。 やってます。やってるはい。な、何やってんのええと、ま、学生時代サッカーやってたんですけど、そんな、本格的なあれじゃないもちろん、もちろん。こんなカメラの前で言えるようなことではないんですけど。はい。じゃこれ、みんな聞いてるんですけど、えっと、バイト代で、給料で、なんか買うもん、欲しいもんあるんですかええと、あの、この、ワイヤレスの。なんでせんべいって言ったのせんべいって言ってなかった、一瞬。 せんべい。あ、言いました。なんかどういう思考回路でそこに気づいたかなって。すみません。僕、せんべいって言いました。びっくりした。急に、せんべいって言ったんす。みません。スポーツなんかなんかやってたんあ、いや。せんべいって言ったから。ちょっと緊張してまして、あの、今日洗濯もはい。あの、出してて、ポケットにあの、袋入ってるせんべい入れっぱなしで、はい。洗濯しててバリバリになってて、それ食べるか食べ、それ食べたんですけど、水入ってないわと思って。ああ、いや、はい。 それちょっと考えてて。あ、いけたんや。すみません、なんか、い、ごせんべいって言いました。言ってた。あ、すみません。完全にせんべい。やり直します。え、全然よろしい。すみません、霊魂も何秒の思考回路や。あ、あ、そうですね。いや、なんか、すみません。いや、大丈夫、大丈夫。人間味があって、めちゃめちゃいい。すみません、ありがとうございます。はい、はい。はい、あの、よろしくお願いします。すみません、お願いします。ぜひ、読んでください。 わあ。すごいんだから。わあ。斜めなんだから。酔いそう。酔っちゃいそう。僕、もう酔っちゃった。僕はもう入っちゃった。ネタサロンに。ええ。僕は酔っちゃった。そう、自分に。かっこいいんだから。みんな、ネタサロンに大集合。 ジャルジャルタワー